ここが千と千尋のスポット。一人だけどよく噛んで食べてきてね。楽しかったね群馬。最新のコンビニまで。ズルズルって吸えるのかな、ね、髪切っていいのかな、うん、うん、もちもち、もうね、だし美味しいね、うん、ご当地うどんなんだね、うん、ズルはい、うん、もう全部いった美味しいね、弾力がある。ねえ、ズルズルってもいいかも。うまい。うん、手つかんだ。そう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 、まあ、群馬県桐生市はもともとタオリとかの繊維産業が栄えた織物の町になって、うーん、織物の町だから、うんうん、帯とかもそうですね、うん、でまるで帯のような形をした。なるほど。ごちそうさまでした。ちょっとだけ抜け、ね、うん、すごいね。明日明るくなった時の群馬が楽しみだね。朝ごはんに茨城で買ってた納豆をいただきます。ふみ納豆っていうのがすごく有名な納豆みたいでね。ね、県民賞でも取り上げられたみたいでね。へえ。わあ、こういう本格的なの食べるの初めて。おー、美味しそう。美味しそう、香りがいいね。大丈夫かな、ね、うーん、意外になんか肉臭みがそんなにない。あ、そうなんだ。うん、納豆好きだからさ、ひき納豆をさ、見つけたい。あー、確かになんだろう、カンパチの雰囲気する。あー、初めて。ちゃんと来るの初めて。うん、草津温泉とか来たことあるけど、うーん、うちもないな。うん、すごく静かでさ、うん、癒されたね。いや、よかった。よかった。おすすめ。ここおすすめだね、確かに。静かで。うん。
色がすごい。ここに止めて、それ飲水所とかやって、そこの石段を掘りたい。うん、行こうか。うん。うん、飲水所かな。すごい雲海みたい。ねがある。温泉もこんな色だった。なんか、うん、上から下るとなんかどんどん楽しくて降りちゃうね。帰りが大変だね。振り向けない。下見えたね。え、下見えた。あるんだよね。美味しそう。いただきます。嬉しい。舞茸大好き。大きいね。一口じゃ食べれないね。すごい。サクサク。美味しそう。これはすごい。ありがとうございます。はい。かわいいね。
が美味しい。そうするとサクサクで、うん、赤サギもすごい、うん、しっかりしてる。じゃあ1個あげるから1個もらおう。うん、ありがとう。わー、赤サギ美味しいね。マイタケめっちゃ美味しい。うん、マイタケの群馬の名物みたいな。うん、眺めも最高で、今日は癒されるの。うん、せっかくだから榛名湖の遊歩道歩いてみよう。一人だけどよく噛んで食べてきてね。早食いせず。うん、ゆっくり食べてこよう。うん、いってらっしゃい。早かったね。うん、早かった。美味しかった。見して見して。うん、なんか提供がもう5秒ぐらい出てきて、うん、で回転が みんな早くてね。でもうみんな揃って、うん、お持ち帰りの1袋1000円の 900g のモツを持ち帰ってた、うん。どうしよう。それはびっくりした。でなんかテイクアウトだけの人もいて。あ、そうなんだ。なんかさっきは12袋の持ち帰りの方いてね。すごい。すごいよね。びっくりしちゃった。なんかそれ聞くって言ってみたくなっちゃうな。モツ苦手でも。味噌はねすごく美味しかった。ちょうどなんか甘すぎず、うん、しょっぱすぎずちょうどいい美味しさで、みんな好きな味だった気がする。そうなんだ。じゃあおすすめできるね。うん、めっちゃおすすめだね。ここ次にね行きたいのが、うん、関東で第1位に輝いた道の駅なの。楽しんだよね。1日遊べるみたいで、気になるね。広いね。すごい広いね。なんかいろんなお店がある。うん、5時でもう閉まっちゃってるけど、うん、体験できるところとかブルーベリー農園があってね。ね、積んだりできるみたい。うん、なんか和って感じがすごいいいね。うん、いいね。散歩とかも楽しそう。うん、広いね。うん、すごい広い。うん、地ビールを買いました。楽しみ。楽しみだね。すっかり暗くなっちゃったけど、どうしても行きたい場所があって、ちょっとお願いします。お願いします。暗い。あ、後ろ、うん、あれじゃん。あ、ロックハート城。夜に来たらすごい、うん、雰囲気が出る。あ、来れてよかった。私たちには馴染みがあるね、ヤオコ。うん、みんな知ってるかな、スーパーヤオコ。今日はそんなにお腹空いてないからさ、うん、おつまみを一品作るね。おいしそう。
カーゴの高さを半分のを買ったんだけどちょうどよくてね、うん、すごいスリムだったね。ね、これでよかったな。うん、枝豆のベロンチーノ風を作ります。ありがとう。うん、いた。開いたね。ジビール美味しそうだね。うん、お疲れ。乾杯。おお。美味しい。美味しい。唐辛子の香りにこの万能スパイスをかけてね。出来上がり。いただきます。うん。スパイスがいいね。うん、美味しい。美味しいよね。うん、地ビール最高だな。うん、いろんなとこの各地で地ビール飲みたいな。うん、急に火がついちゃった。ね、確かに。今日はいろいろ観光したね。いっぱい行ったね。群馬楽しい。ね。うん。すごい群馬の旅癒される。うん。車内で最後はこうやって軽く地ビール飲むのいいね。これ永遠に行きます。ビールもう一杯欲しい、ね。うん、もう一杯欲しい。フルーティーでね、全然苦味がなくて飲みやすい。うん、おすすめです。うん、美味しい。今日おやつもあるよ。おやつの時間です。しんくん甘い運転お疲れ。運転の疲れ物語ってるね。そう私はね、ヤオコーといえばね、このずんだのおはぎが本当に美味しくて、そうおすすめなんですよ。そう、あんこのおはぎとずんだのおはぎがあって、 それがね、名物なんだよね。そう、よし、いただきます。いただきます。今気づいたけど、今日枝豆ばっかり食べてる。わあ、おいしい。これだ。うん、すごいよ、盛り上がってるね。ラーメン、うんうん、あれラーメンか、なんかカップヌードルの味がする。ここ群馬で一番盛り上がってる。こんにゃく焼きそば、うん、こんにゃくだけど違和感がない。これがこんにゃくのすき焼き。美味しい。美味しいね。こんにゃくってすごいね。
歩いた後は足で体験もできるし、本当にすごいね、リゾートリゾートだ、うん。外観だけ見に行こうか。世界遺産だもんね。